濃い霧で視界が遮られてしまう。これが迷いの森のゆえんなのだろうか。看板には森に潜む4つの石碑をすべて調べよと書かれている。君は森の北側にある石碑を見つけた。ただの岩のような気もするが、ひとまず触っておこう。君は森の東側にある石碑を見つけた。隅っこに金運アップ祈願と落書きされている。試しに叩いてみると、西の方から音が聞こえた。行ってみよう。森の奥から美しい旋律が聞こえてきた。歌のようにも、鳥のさえずりのようにも感じるが。君はどうせ空耳だろうと無視することにした。しばらくすると旋律は聞こえなくなった。君は森の西側にある石碑を見つけた。森に入ってきた時にはこんな石碑はなかったはずだが、とりあえず叩いておこう。迷いの森にある4つの石碑をすべて調べた。すると森の東の方から何かの音が聞こえた。君は石碑を調べた。石碑には森の音色を捧げようと刻まれている。君は三つ目の町の魔物研究家からもらった森人の笛を持っている。
君はピーヒャラピーヒャラと適当に森人の笛を吹いてみた。すると笛の音色に合わせてどこからか軽快なステップを踏む音が近づいてくる。君たちの前に突然一人の少女が姿を現した。ひどい音色だと文句を言いつつも足取りはノリノリだ。少女はリリーと名乗った。この迷いの森で暮らす森の民だという。どうやら君が吹いた笛は森の民を呼び寄せる道具だったようだ。君はこの森を抜けて東に行きたいとリリーにお願いしてみた。リリーは森の案内ならお安い御用だと快諾したが、ただしと続ける。ただしその森人の笛を私に渡せ。リリーはそう言って手を差し出した。迷いの森を案内することを条件に、君はリリーに笛をあげることにした。リリーは大喜びで森人の笛を受け取ると、早速軽快なステップを踏みながら吹き始めた。しかし、その音色は雑音にしか聞こえないほど下手だった。この森を抜けるには、リリーが暮らす森の村を通るのが早いそうだ。リリーは、森の村はあっちだと石碑の裏手を指さした。ようこそ森の村へ。リリーは君たちを歓迎するような仕草を見せた。リリーは今日は用事があるから森を抜けるのは明日だと言って家に帰ってしまった。宿屋の店主は久しぶりに外から来たお客さんねと、君たこの宿は迷いの森をさまよった旅人たちの癒しの場だそうで、ただで好きなだけ休んでいいという。木製の食卓には迷いの森で採れるらしい山菜料理や肉料理が並べられている。食卓に着いた君は今日もよく働いたと自画自賛しながら勢いよく料理を貪り始めた。そんな君を無視してクロエはいただきますと山菜料理に手を伸ばす。メルブールは食卓をじっと見つめたまま微動だにしない。しかし次の瞬間、メルブールは卓上の料理をきれいさっぱり平らげた挙句、樽の水まで一気に飲み干してしまった。満足げにメルブールはゲップをした。すると今さっき飲んだ水が少しだけ口からピュッと吹き出した。そして日は暮れていく。物静かな夜、外から聞こえる火事だという叫びに君たちは飛び起きた。君たちは宿屋から外に出た。すると、リリーの家が火事だ。村人はそう叫んでいる。リリーはまだ家の中に母がと焦りながら、村の南にある井戸まで水を汲みに行くと駆け出した。
リリーは一人で懸命に井戸水を汲んでいる。メルブールは何かをひらめいているのを感じて、井戸水を一息で吸い尽くした。タプタプになったお腹を刺して、メルブールは早くリリーの家に戻ろうという仕草を見せる。そこのでかいの、早く火を消してと、リリーはメルブールをせっついた。メルブールは燃え盛る家にさっき吸い込んだ井戸水を思い切り吹きかけた。すると炎がみるみる消えていく。と思った次の瞬間、リリーの家の陰から何者かが飛び出してきた。炎の魔物を撃退した君たちは、メルブールの力によってリリーの母親も無事で、聞けばいきなり炎の魔物が出てきて火事になったとのことだ。なぜ急に炎の魔物がと君たちは不思議がる。火事騒動から一夜明け、君たちは迷いの森を抜ける道案内を頼むため、リリーの家に行くことにした。崩落こそ免れたものの、リリーの家はどこもかしこも焼け焦げていた。まだ焦げ臭い部屋の中で、昨日の火事、この辺に炎の魔物なんていないはずなんだけどなとリリーがぼやいている。昨夜リリーが森人の笛を吹いていたら、どこからともなく炎の魔物が出てきたそうだ。なぜ炎の魔物が急に現れたかは知る由もないが、それはそれとして、君たちは約束通りリリーに迷いの森の道案内を頼む。リリーは火事のショックが抜けきれない様子ではあったが、約束したもんなと思い腰を上げた。ところで、なんで迷いの森の向こう側に行きたいんだと出かける支度をしながら、リリーが疑問を投げる。君は、俺たちはドラゴンを探している、討伐すれば賞金ががっぽりといきさつを話した。リリーは随分と命がけで金稼ぎしているんだねとあまり興味はなさそう。先日同じくドラゴン討伐を目的とした白の教団の一行がこの村を通って、君はあのいけすかない三人組だなとすぐにピンときた。リリーは出かける支度を終えたような。迷いの森を抜けるところまで案内してもらおう。
この先は迷いの森の東側に通じる道。森の民の案内がなければ森を抜けるのは難しいと言っている。門番はリリーが同行するならと道を開けてくれた。森の村の東側も霧が濃いようだ。君たちが迷いの森を進もうとしたその時、ちょっと待ちなさい。一人の老人が君たちの後ろから声をかける。リリーは大家さんと老人のことを呼んだ。どうも顔見知りのようだ。老人は、はいこれとリリーに一枚の紙を手渡す。その紙にはと書かれていた。大家さんによれば、リリーは火災保険に未加入で全額自己負担だという。それでは月末までに必ずお支払いを。そう言うと大家さんは村に戻っていった。リリーは特に焦る様子もなく、逆にふふんと得意げな顔をしている。リリーは懐から森人の笛を取り出すと、おもむろに吹き始めた。耳障りな雑音をリリーが奏でると、どこからともなく魔物が現れ、君たちに襲いかかってきた。リリーはおかしいな、また失敗かと古い文献を見ながら首をかしげている。リリーは文献のとあるページを君に見せ、村の人には内緒だぞと言った。そのページにはお金の悩みを大解決、金運を呼ぶラッキーメロディーと書かれた譜面が載っていた。昨日の夜も頑張って笛で何度も吹いたのに、まだ借金が減らないんだと、リリーはご立腹だ。君はそのページをよく読んでみた。隅っこにとても小さな字で、メロディーを間違えると魔物が出現する場合がありますと書かれていた。結果的にリリーの笛が下手すぎて魔物をおびき寄せるメロディーになってしまったようだ。君はリリーから森人の笛を取り上げると、お前は二度と吹くなと言った。リリーはその笛がないと金運が逃げるじゃないかと、まだラッキーメロディーを信じている。クロエは思った。このリリーは悪い人間ではないが、バカなのだ。
硬そうな実を結ぶ木々が強風にあおられてゆさゆさと揺れている。なんだか嫌な予感がする。たくさんの木の実が一気に落ちてきた。しかし君たちはその場から飛びのき直撃を免れた。メルブールは頭を押さえて涙目になっている。迷いの森から脱出できる隠された道があった。ついに迷いの森を出した。君は大げさに喜び、リリーのことをさすがは森の民だと褒めたたえる。リリーは少し照れくさそうに笑った。君はここで案内は終わりだなとリリーに別れを告げて去ろうとした。するとリリーはドラゴン退治に私も連れて行ってほしいと頼み込んできた。人数が増えたら賞金の分け前が減るじゃないか。君ははっきりと拒絶した。するとリリーは借金まみれでかわいそうでか弱くてこんなに若くてかわいくてお肌ツヤツヤな子を見捨てるなんてあんたはそれでも人間なのかとまくしたてた。連れてけ、嫌だと二人は非常に不毛な争いをしている。クロエは冷静に、今の戦力ではドラゴンを相手には心もとないし、連れて行けばいいと言った。リリーも、そうだそうだとクロエの意見に乗る。君は女子二人の意見に押されて、諦めたかのように首を縦に振った。まずは強制の村へ向かいましょう。
君たちの前方から何者かがこちらに近寄ってきた。魔物。クロエはとっさに身構える。プヨちゃん、そっちは危ないよと女の子は言い、魔物を連れて村の中へ戻っていった。ここが魔物と人間が暮らす共生の村のようだ。へんてこな村でなんだか楽しそうだなと、リリーは能天気に。早く用事を済ませて出ようと、魔物嫌いなクロエは落ち着かない様子だ。